ワイヤーの先端と先端を合わせます。そしてこのようにね、絞っていきます。で、真ん中で雫型を作りますね。交差位置を押さえてハートの膨らみを作っていきます。で、裏返しまして、また交差位置を押さえてハートの膨らみを作ります。これでハートパーツの完成です。